そうですね。なので、そう、でもこれは2人一緒のレーンなんですけど、そう、1人しか選べないみたいなので、そう、前回もそうだったので、そうなんですよ。ジャケットサイン会も写メ会もお待ちしてます。はい、お待ちしてます。そう、写メ会、ジャケットサイン会が、91レーンで、写メ会が76レーンなので、そうですね、ぜひ間違いなく来てくださったら嬉しいです。そうですね。そう、あとはね、幕張ではなく横浜です。あ、今ね、そう、今日の朝ずっとね、幕張だーって思ってたんですよ。明日も幕張だーって思ってたら。で、よくよく、今日ってなん、あ、今日じゃない、明日って何例なんだろうと思って調べたら、横浜でした。なので、ぜひ皆さん、間違いなく来てください。そう、あとは今日はね、エイトさんが外資ホールだっけ、外資ホールで、そう、4周年コンサートをね、やっていてね。そう、エイトさん仲良しだから本当におめでたいです。本当にね、見に行きたい。エイトさん、本当に尊敬しちゃうぐらい、本当に全てがすごいので。はい。ちなみに明日の神奈川県横浜市の天気は、晴れ時々曇りってなってます。24度ってなってる。なってますね。なので、暑いけど、一応ね、羽織物とかを持っといた方が、良さそうですね。ね、今日も暑かったですよね。昨日も暑かったし。ね、すごかった。だからね、昨日から半袖デビューしていますね、あゆも。ね、でも明日も暑いからね、今半袖にしようか長袖にしようかをね、ちょっと迷い始めてるんですよ、あゆ。そう。そう、迷ってます。確かに日焼け怖いですよね。あゆも日焼けしないように頑張ってるんですよ。そう、なんだろう、黒くなるの嫌じゃないですか。だからそうなんですよ。黒くならないように頑張ってます。ヨコちゃんと超全力ダンスしてほしい。ヨコちゃん？エイトさんの横山由依さんかな。そう、ゆいちゃん。横山由依さん、そう、エイトさんの横山由依さんのこと、ゆいちゃんって呼ばせていただいているんですけど、そう、呼ばせていただいているんですよ。でも、なんだ、横山由依さん、ゆいちゃん。ゆいちゃんってあれですよね。ダンス、
なんだろう、すごいキレキレ 一言で表すともうキレキレですよね。本当にすごいなって、いつもね、ああいう吉政さん公演の時とかのエスケープとか、あの4人で踊る時があるんですけど、エスケープ4人で踊るんですけど、その時ね、いつもね、あ、すごいなって思いながら見させていただいていたり、あとは、そう、でもあのグリーン、あの青、アンナ先生公演のグリーンフラッシュもね、本当にすごいなって思ってます。そう。そう、ゆいちゃん。本当ですか？ゆいちゃんが次のエイトさんの曲でセンターらしいですよ。嬉しい、ゆいちゃん。そう、横山ゆいさん。ゆいさんになっちゃう。すごい。嬉しい。前ねっていうか、2公演の日あったじゃないですか、アンナ先生公演の時。の時に、まきちゃんと、さとと、おりんちゃんと、あゆと、あと誰だっけな。でも、あと結構いろんな人と、ゆいちゃんのことをね、取り合ったんですよ。そう、ゆいちゃんは、こっちのものだーみたいな感じで 取り合いっこして、遊んだりしました。蜘蛛の巣ダンス、あ、蜘蛛の巣じゃ、蜂の巣ダンス、なんだろう。蜂の巣ダンス。見ます、もう。見ます。見る、楽しみ。絶対ダンスすごいじゃないですか。楽しみ。あ、踊ってる人見るの好きなんですよ。そう。だからね、そう。本当に、たのさんとかのダンスも大好きなんですよ。だから、本当に毎回見させていただいて。見させていただいていますというか、そういう、なんだろう、動画とかで、見させていただいています。お、ダンスナンバー。楽しみだね。イェーイ 楽しみです。そう、ダンスね、本当に見るの好き。はい、見るの好きです 見るの好きです。そして、あれですよ。ティーチャーの申し込み中です。はい。ぜひ皆さん、遊びに来てくださったら嬉しいなって思います。総選挙シングルなので、そうですね。あとは二部制にさせていただいたので、やっぱり完売してね、ランクインして頑張りたいなって思っていますので、はい、よろしくお願いします。そうですね。あともうちょっと多分申し込みができなくなってしまうので、ぜひぜひ申し込んでいただけたら嬉しいなって思います。そう、7月21日土曜日の幕張メッセの第2部の完売を目指しております。
そう、第1部だと朝早いから大変かなって思って第2部にさせていただいているんですけど、でも全然この日じゃなくても来れる日に来てくださるだけで本当に嬉しいので、ぜひ、はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。あとはでも明日の写メ会の飾り付けも楽しみにしてくださっていたら嬉しいなと思いますし、あとは、ツイッターもやっています。そう、ツイッターと755やっているので、よかったら皆さん、ショールームはもちろんなんですけど、ツイッターや755もフォローしてくださったら嬉しいなって思います。そうですね。あゆは20分に始めたから、20分前に始めたから、あとちょっとで、そう、35分で、15分間ぐらいなので、そうの配信なのでね、そう、今日もなので、あとちょっとで終わりです。で なので、ランキング発表、あ、でもそう、これね、多分違うな、またランキングが、だからね、そう、わかんないんですよね。そう、また変な感じになってるから。もうフォローしたようだって、ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。そうですね。ぜひ、ぜひ、ぜひじゃない あとは、そう、あさってと、しあさってがアンナ先生公演なので、ぜひ見てくださったら嬉しいなって思います。そう、それで、あさっての公演は15人公演なんですよ。そうなんです。でも、そうですね、16人じゃなくても、15人でも16人の力を出せるように、そう、出さなきゃいけないのでね。やっぱり来てくださる方が、見てくださる方がいるのでね、やっぱりその15人でも16人分の力を出していけたらいいなって思っています。ぜひ、そうですね、見に来る方はもちろんなんですけど、オンデマンドで見てくださる方も、はい、みんなで盛り上がっていけたらいいなって思っています。はい。ぜひ、見てください。あと、5月3日の、そう、アンナ先生の2日間やってからの、5月3日の、神戸じゃない インティックス大阪の 間違えちゃった。大阪の握手会、全国握手会、待ってまーす。間違えちゃった。そう、でもね、本当にね、最近全国握手会に呼んでいただけるのは本当に嬉しいことで、本当に初期の頃は、最初の方は行けてたんですけど、ちょっとしたらね、そう、あんまり行けなかった時期があって、本当にね、悔しくて、同期とかもね、行ってる中行けなくて、すごい悔しくて、今こうやって行けるのもね、なんだろ、握手会に、個別の握手会に来てくださる方が、やっぱりたくさんいらっしゃるおかげでもありますし、応援してくださる方が増えたっていうのもありますので、そうですね、なので、ぜひ5月3日の大阪も来てくださったら嬉しいなって思います。そう、今年はね、そうなんですよ、ぜひ、もうね、今年の全国握手会は、全部行かせていただきたいなって個人的にね、思っているんですよ。なので、ぜひ皆さん、会いに来てくださったら嬉しいです。そう、関西だからちょっと不安な部分もあるんですけど、でもね、でも、
本当に最近でも大阪もやっぱり前よりは来てくださる方が増えたので、もっと増やしていけたらいいなって思います。はい、ではでは皆さん見てくださってありがとうございました。明日は写メ会に来てくださる皆さん、一緒に楽しみましょうね。またねー。バイバーイ。